躍動する生命の源、海。その片隅で揺らめく触手のようなもの。いいえ、これは卵の塊です。一体どんな生き物が生まれるのでしょう。およそ2週間後、マシュマロのような体に2つの目がくっきりと浮かび上がりました。赤ちゃん誕生はもうすぐ。そして1ヶ月、大海原に解き放たれたのは宝石を散りばめたような神秘の姿。それはケンサキイカの赤ちゃんでした。鮮やかなその体には自然界を生き抜くための能力が備わっています。それでは知られざるイカたちの世界をご案内しましょう。港から一艘の船が出航しました。船上にはどっさりと木の枝が積まれています。そして沖まで来ると、漁師さんたちは木の枝を次々と投げ込み始めました。一体何のためにこんなことをしているのでしょう。海の底に出現した小さな森、実はこれが後に大切な役割を果たすことになるのです。1週間後、沈んだ木々を目指して泳いでくる一団が。それは次第に数を増し、やがては大きな群れとなりました。アオリイカです。アオリイカはこの沈められた木々に卵を産みつけるためやってきたのです。やがてオスたちはメスを獲得するために戦い、勝ち残った強いオスだけが子孫を残すことができるのです。今まさに遺伝子のバトンが手渡されました。メスはオスの精子を受け取って受精した後、いよいよ産卵を始めます。漁師さんたちが沈めた木はイカたちの命を受け継ぐゆりかごになっていたのです。次々にカップルがやってきては、同じ枝に集中して卵を産みつけていきます。親たちが去った後、卵の房は幾重にも連なっていました。それはまさに生命の束です。この一本の透明な管の中は個室に区切られていて、一つの部屋に一つずつ新しい命が宿るのです。誕生した赤ちゃんの体にはまるでステンドグラスのような色彩が散りばめられています。これは色素胞と呼ばれる細胞で、それぞれの細胞を伸縮させることで自在に色を変化させることができます。これこそがか弱き赤ちゃんにとって唯一の武器となるのです。赤ちゃんたちにはこれから数々の苦難が訪れるでしょう。今長い旅が始まりました。